明日いよいよ試合ですけど、今いかがですか、調子は。はい、コンディションは普通で、明日からの試合に向けて、今回はどんなプレーができるか楽しみ。直前まで WTT もあったりして、こう時差とかで疲れてたり、そういうのは大丈夫ですか。そうですね、4週間海外にずっといたので、多分今、どうですかね、完全に日本の時間には正直慣れていなくて、まあ、時差もあるんですけど、でも、ずっと試合続きで、試合感覚だったりはずっと残っていて、いい状態ではあるので、体力を少しでも温存できるように、一球一球しっかり頑張っていきたいです。その部分では明日じゃあ4試合ちょっときついですか。まあそうですね、4試合4試合で、まあ、1日目か4試合かっていうところは正直あったんですけど、もう出場している選手との選手も同じで気持ちだと思うので、まずは1回戦がすごい大事だと思うので、しっかり準備して4試合とも勝てるように頑張りたいです。じゃあファンの皆様へ最後メッセージをお願いします。いつもたくさんの応援ありがとうございます。この前のリオでは初めての WTT シングルスで優勝することができて、まあ、いい時でも悪い時でもどんな時も支えて応援してくださった方のおかげだと思っています。で、まあ、今回は選考会でアジア選手権、世界選手権と続く、まあ、大事な一戦なので、その一枠しかないんですけど、すごい全選手が強いので、挑戦者の気持ちで頑張っていきたいです。応援よろしくお願いします。